どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って、今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。え本日も上昇。魔の水曜日も何のそのといった感じで、一気に2万8000円よりも上での攻防になってきました。 そしてここからさらなる一段高があるのか、それとももうそろそろ天井なのかを見極めるチャート、この出番が近づいてるんですね。ですから今日はそこを考察しています。日本のメジャー S q もいよいよ明日でトレードが最終日、S q 値がどの辺になりそうかので、ね、考察も一応やってますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、6月9日日経25オプション考察始めていきましょう。 はい。え、それでは6月8日相場外協からです。日経平均終わり値28,234円で、290円高、プラス1.04%で、いよいよ終わり値でも28,000円にしっかりと乗せてきました。トピックス1969.98、プラス22.95、プラス1.18%、マザーズ679.22、プラス17.80、プラス2.69%、 今日は3指数揃って強い1日となっています。そして売買代金もちょっとね、増えてるんですね。東証プライム3兆101億円。それからスタンダードが1138億円。グロース816億円でした。そして次に、えー、恐怖指数ですけれども、まずアメリカのビックスが、えっ、ー、と、大きく下げてきましたね。株価そんなに上がってないんですけれども、ビ、え、ッ、ー、クス25.54だったものが今日24.45までね、 6月8日の8時前後で24.45まで下がってきています。一方で日経平均 VI は今日も300円近い、えっとまあね、上昇を日経平均してるにもかかわらず、プラス0.03、19.44ということで、ここは下がってこないんですね。まあもうそろそろ下落を見ている人もね、かなりというか一定数いるのか、 まあ株価が堅調な割にはボラティリティもね、あんまり下がってこないという状況になっています。はい。それではお知らせ。まず一つ目、今日はライブのお知らせですね。今週も土曜日、6月の11日の土曜日に、いつものように21時から YouTube でライブをさせていただきたいと思っております。いつものようにコミュニティ機能のところに、トークテーマ用の 枠を作っときますので、何かございましたら書いておいていただけると、えー、私も準備できるので、早めに書いていただけるとありがたいです、えー。6月11日土曜日お待ちしておりますので、ぜひお越しください。はい、もう一つディスコードチャンネルのお知らせですね。いよいよディスコードもですね、さっき見たらもう6、えっ、ー、と、6月8日時点でね、620人の方に、えー、来ていただいています。 えっと、先月はね、確か530人ぐらいでご紹介したので、まあ本当にもうね、90人そこから増えてるということで、まあ日に日にこうね、熱い情報が集まっています。で、入り方なんですけれども、えっと、このオプション投資ラボ、オプションラボのアイコン、これスマホでも、 それからパソコンでも、この画面は今ね、パソコンなんですけど、クリックしていただくと、どの動画でもいいんでね、このアイコンクリックしていただくと、このトップ画面に来ます。オプション投資ラボのトップ画面に来ますので、そこの、ま、あの、タブメニューの一番右に概要ってあります。これスマホでも見れます。え、チャンネルがどういうものかを説明していてね、これ見た人ほとんどいないと思うんですけど、この概要欄の中段ぐらいに、このディスコードに入るための方法と、招待コード、 書いてます。基本的にディスコードってのはパソコンでもスマホでも使えるんですが、パソコンの方が使いやすいというかね、特にディスコード初めての方は、ディスコードがどういうものか理解するためには、まずパソコンのディスコードアプリをダウンロード。これ普通に検索すれば出てきますから、無料でダウンロードしていただいて、ディスコードでアカウントを取ってから、ここに書いてある URL をクリックしていただくと、 Discord のオプション投資ラボに飛ぶことができます。ぜひね、いろんな情報を飛び交ってますので、あの、中身を見て、で、どんどんね、書いていただければありがたいなと思っております。こちらの方もお待ちをしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは今日のチャートのテーマですけど、まあ、引き続き昨日と流れは変わってないんですが、25MA のね、乖離率を意識する水準に来たので、まず今日はここを確認をしています。 そして、ニューヨークダウの方は、まあ、えっと、ニューヨークの方ですね、ダウも S&P500 も、えっとね、25MA、ここが鍵になってくるので、このあたりちょっと確認をしておこうと。で、真ん中ですね、今日、えー、また134円に乗せてきました。もうね、 えっと、ドル円の、まあ、いわゆる円安が止まらないという状況なので、ここもちょっと確認をしておきましょう。はい、まずは、えっと、日経平均の冷やしのチャートからです。もうね、連日強いんですけど、やはり、もうこれ先週の金曜日からお話をしていました。半年にわたる、このオレンジの三角持ち合いのライン、ここを、 抜けた。だからまあ、えっと、先週の金曜日か、えー、今週の月曜日にアップした動画をもう一度ね、時間のある方、このチャートのところだけでも見返していただきたいんですけれども、この半年にわたる下降トレンドを抜いたっていうことは、まあやっぱりね、天井は来そうな気はするんですけれども、大体の場合において、こういう重要な節目をね、力強くギャップアップで抜いていくような動きになった場合は、やはりそこからね、底がたい。 ちょっとニューヨークがこう弱含んだりして朝方安く始まってもね、その後ぐっと上昇するみたいな本当に強い動きになってきています。昨日の陰線の後、今日もね、大きく上昇したっていうことで、まあ、なかなかやっぱり強いですね。で、こういう状況になると、まあね、この辺りでコールを売ったり先物を売ったりした人が、ここの ね、こ、このトレンドライン抜けた時にちゃんと損切りなり別の上に向けたポジションで手当てしておかないと、もう下がるだろうと思って安易に持ち続けて持ち続けてるとね、まあもう今日は泡ブクブクだし、まだここで止まるかどうかもわかんないですからね。 なので、えっと、気をつけないといけないと改めて思ったような動きになっています。で、モメンタムも、もうずっと5月の中旬から、下値を切り上げてきていて、まあ、そんなにね、これ、株価が急に上がってるほどには、大きなあのスピードを上げた上昇にはなってないんですけど、この時ですね、3月の25日ぐらい、この急激な え、9日からの戻りが、ものすごく急上昇だったね。このモメンタムもね、直近の高値めちゃくちゃ高いんですね。だから、モメンタムのグラフも、なんとなく今、 緩やかであんまり上がってないような見え方になるんですけど、もう1500円以上モメンタム、これプラスになってますから、あのそこは注意をしないといけないということですね、この比率に騙されないように、相当強く上がってきていて、モメンタムも非常に強いですから、まあ、こういったところではもう本当に明確に垂れてきて、もしくは5日線をね、下抜くぐらいにならないと、まあ、この時みたいにね。 こういう動きにならない限り、安易に天井判断をして、もういいかなと思ってね、本当に頭の先を取ろうと思って売り仕掛けると、思わぬね、一段高っていうことがありますから、注意をしてください。 で、その一段高になる可能性として見ておきたいのが、25MA 乖離率大作戦ですね。こちらもメンバーシップの方にはもうこのチャートの説明とかはしているんですが、移動平均線との乖離率です。これ 25MA ですから、この赤い線ですね。赤い 25MA との乖離率、まあ、ぐーっと上がってきました。で、今日の 25MA 乖離率4.86%です。で、これまい大体ね、一般的には5%日経平均でね、 乖離したら、そろそろ天井なんて言い方されますが、えっと、私のメンバーシップをね、入ってくださってる方であれば、そうとは限らないよということですね。で、じゃあ、どういうふうに見るかっていうと、標準偏差で見ましょうと。で、2シグマ、マイナス2シグマ。このあたりも、ちょっとメンバーシップで詳しく話をしてるので、簡単にね、あの、説明させていただきますが、まあ、ボリンジャーバンドと一緒です。えっと、25MA 乖離率のボリンジャーバンドを見てるわけですね。プラス2シグマ、マイナス2シグマ。で、この2シグマ、 に到達して上に抜くと天井ではないんですね。この時がまさにそうなんですけど、3月、あ、違う。えっと、3月の18日からですね、9日に底をつけて、ここ、抜いたところなんですけど、ここで天井じゃないんですね。抜いたということは、さらに一段高がある、順張りをしなさいっていうサインになります。これはボリンジャーバンドでいうところのバンドウォークの考え方です。で、抜いた後に、さすがにこうね、バンドの中に入ってきた、ここですね。 ここからは一旦もう今度は乖離率が収束していくとゼロに近づいていくという動きになりやすいのでここからは逆張りということになるんだよってことでこのね帰り率を使う場合は順張りと逆張りでここ上,の上にね抜けずにこのあたりちょうどいいとこまで来てるんですよねなのでもうちょっと上がって で、超えずに、またちょっと乖離率が下がってくる。株価が下がって、帰り、あの、25円 a が上がっていきますから、その差は縮まっていきますよね。そういう動きになると、一段高のバンドウォークはなく、一旦ここで天井をつけて、えっと、下落をするか横ばいになって、25円 a が上がってくるのを待つ、みたいな動きになりますから、そんなに上はないんだな。じゃあ、そろそろコールを売っても大丈夫かなとかね。先物ショートを打診で入れてもいいのかなっていうふうになるので、ここ、 力強く抜くようなことがあれば、さらに一段高ついていかないといけないので、まあ、ちょっと株価だいぶ高い位置に来ているので、ここから一段高になる可能性ってのは、そんなに高くないような気はしてるんですね。そして、あさって S q ですから、そのあたりの節でどうなるかってのはありますが、チャートだけ見ると、ここ抜けてくると、もう一段高を懸念しないといけないぐらい強い動きということですから、まずそういった目線で見ておく必要があるということですね。 もう一つ、アルンオシレーター大作戦。こちらもメンバーシップだったり、有料ノートでお話をしている部分ですが、こちらはもうね、5月30日に天井サインをつけてから上昇してるんですね。なので、まあ、だからトレードはね、してはダメなんですね。5日移動平均線が垂れてきて、そこを抜いてから、つまりこういう状況にならないと、 えっと、天井としての売ってはダメということは、アルンオシレーター大作戦からも、まあ言えるということになってるんですが、まあ、これを見ていただいてわかるようにね、もうオシレーターが天井張り付いてるので、まあ、トレンドが出た時のオシレーター系指標っていうのは、別にね、アルンオシレーター以外にも、RCI とか RSI とかストキャストがみんなトレードポイントが難しいわけですよね、トレンドが出っ放しだと。ということなので、まあ、ここも、 5日線を割ってくるぐらいになれば、ようやく天井だ。それまではまだ上がっていくかもしれないっていう目線で見ておかないといけないということで、さっきの、えっと、率のところとね、同じような見方になっています。はい、次に金利の方です。金利がですね、まあ、昨日ちょっと少し下がったんですけど、結局5日線でぴったり止まって、また今日上昇してきてます。えー、っと、20時37分、今日6月8日の20時37分現在で、えっと、3.012%。 また3%超えてきてるんですね、10年債が。モメンタムもしっかり上がってきてますから、力強く戻ってきている金利の上昇が、まだ止まっていないという状況にあります。はい。で、まあ、そこが影響しているのか、S&P はもう一段弱いので、やっぱり金利上昇が上値を抑えているというのは、まあ、全部が全部その理由ではないにしてもね、やはり大きな理由の一つかなと思います。で、ニューヨークダウンのこちら CFD ですから、えっと、6月8日のね、同じく20時半、 直後ぐらいの値で、ここがですね、えっと、前日比に、まあ、マイナス0.1%で、日経平均はと、と、1%ぐらい上昇している中で、まあ、なかなか、やっぱり、上値重いんですね。で、微妙に下げてきてます。S&P500 はもうちょっと下げてきてますって感じで、あの、底値割ってないんですけど、上値もじりじり切り下がってきていて、まあ、非常にちっちゃいところでこれ三角持ち合いみたいなことになってて、まあ、どん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 ね、ここにちょっと凝縮されてきてると。 いうところで、モメンタムが、まあ、結構やはりね、ここ、もう10日間ぐらいずっと同じにいるので、いよいよゼロに近づいてくるわけですよね。ということで、まあまあ、あの、せっかく上がった分も腰折れしてきてると、株価は動いてないんですけど、モメンタムは少し弱含んできてるっていうのが現状なので、で、わずかに切り下がってる25日線を、ここ割るようなことがあると、ちょっとね、力尽きてずるっといっちゃうので、アメリカ、ニューヨークダウ、S&P500、どちらにせよ、 ここで踏ん張れるかどうか、この25日戦で踏ん張れるかどうか。ただね、最近このプレ、でね、CFD もプレの時間帯なんですけど、プレではね、毎日弱含んでるんですけど、現物市場が始まって、特に午後からね、急にこう、 戻す。昨日もここ陰線でだいぶやばい感じだったんですけど、終わってみれば下髭つけて陽線なんですよね。だから最近のニューヨークって、まあこのあたり全部下髭引きつけてる時って、プレは弱くってやばいと思わせて切り返すってことをまあ結構やってるので、まあ今日もその流れになる可能性がね、ある気がしていて、そうなれば明日の日経平均も底堅いという展開になると。なので、まあちょっと今日、ね、ニューヨークダウン夜間、 あの、現物市場でこの 25MA ぐらいをね、ストーンと割ってくるような展開になると、ちょっとね、日経平均もイエローサインが出ますから、このあたり、ニューヨークダウ、S&P500 の25日線ちょっと注目してください。もう一つ、ドル円がね、急騰してきました。特に今日、夜になって、夕方から夜になって、一段上げ。ということで、20時42分、134円07銭。 ちょっと前は、一時134円台と。で、その後また、133円の70、80円ぐらいまでね、ちょっと戻したんですけど、またぐーっと上がってきて134円、今7銭から1 0銭ぐらいをうろうろしてて、えー、日冷やしでいうボリンジャーバンドのプラス3シグマにもうタッチしてきてます。で、ここね、20、違う、5月30日の安値、126円8 5銭ぐらいでしたから、まあ、わずか1週間ちょっとぐらいで、7円、 7円ですよ。<laughs> 上昇してきてるということで、まあなかなかね、大変な状況です。で、一応私これボリンジャーバンドめんどくさいので、株と同じ、25日のミッドバンドで作ってるんですが、一応念のため、まあ FX はね、あの20日、20日で作る場合が多いので、一応20日で作ったボリンジャーバンドも見ましたが、あんまり形変わってなくて、あの同じように3シグマタッチするような勢いですから、まあ同じ感じですね。相当強いぞということになっています。 一方で、ドルインデックス見ると、あの、ゼロラインで打ち返されてるんですね。はい。同じように、ドル円は、さっき見てたようにね、一旦マイナス2シグマでずっと落ちて、まあ、あの、プラス2シグマ終わったら、マイナス2シグマで行くよって話してて、まあ、もう、教科書通りマイナス2シグマまで迎えに行った後、切り返して、ゼロラインどころか急騰してきているのがドル円ですが、ドルインデックスで見ると、まだゼロライン。 で、しかも0ンちょっと切り下がってきてるんですね。で、上髭上髭で押し返されてます。つまり、ドルはそんなに強く買われてないんですよね。なのにドル円があんなに上がるってことは、まあ単純に円が思いっきり売られてると。だからドル円だけじゃなくて、まあ黒線全部円安になってるという状況だと思います。最後、またね、これなんでかっていうのは出てきますが。はい。で、一応まあまとめです。日経平均、今日の上昇の意味は実は大きいと思います。あの、ま、の水曜日だからとかじゃなくて、 えっと、モメンタムがね、やっぱりゴールデンウィーク明け以降ずっと見方上がりで強い上昇の中、そして S 九州ですから当然ボラが高くって上下行ったり来たりしながらある程度ね、下に降りながら上がっていくにしろ、まあ下がるにしろね、上下降りながらっていうところを一応手堅く、もうこれで月か水と、 で、中日の過水を迎えても全然ね、メジャー S 級州なんですけど、崩れてないとっていうことなので、これ本格的に強い状況に今あるなという気は個人的にしています。で、それの大きな理由、と、ニューヨークの方はね、金利上昇、緩やかになるも、ここ止まっていないと。で、10年再利回り3%を超えました。30年3.1%超えていますと。 いうことで、まあ引き続きニューヨークの方は CPI がまあ10日の夜にありますから、ここまではなかなかもうこの数字が出て判断しないといけないという部分があるので、そんなにね、動かない。ただただ金利だけが、まあ少しオーバーシュートし気味でまた戻ってきてるという状況なんで、まあね、上が金利によって抑えられている気はしますが、下も一応なんとか底堅いというか踏ん張ってる。 まあ、このままだとね、ちょっと CPI までは大きく動かないのかもなっていうのが今のニューヨークの状況かなと。はい。で、ニューヨークがレンジで推移していって、その一方、ドル円が急騰。これね、明日下手したら134円のミドルから後半なんていう展開もあるかもしれない。 ね、もう135円がいもう手前だみたいな話を明日の朝してるかもしれない。まあそれぐらいの勢いなので、そうなってくると、まあさすがにやっぱりね、日経平均株価にとってはこれ上昇圧力になりますから、うん、ちょっとね、メジャー SQ28000 から28500円ぐらいのバトルにレンジがね、変わってきたかもと。まあ私自身は一旦、こう、上値をね、つけて、 まあまあ達成感という形で28000を割り込んで27500円から28000円。まあどっちかというと28750円よりも上ぐらいの27000円台の後半でね、決着するんじゃないかなっていうふうにして見てたんですけど、ちょっとね、ニューヨークが崩れそうで崩れない。そしてドル円が急騰してきたと、ここに来て。ってなると、ちょっともう一段上のレンジかもしれないなという感じで今は見ています。 はい。それではここからオプション手口ですね。いよいよ6月切りも明日でトレード最後になります。今日水曜日ですけれども、まず海外勢合算はコールサイド。ちょっと ATM 近辺は少し売り決済ですけれども、その外は今日も買っているという状況で、まあね、枚数的には若干買い長という状況にはなっています。で、一方で、えー、プットサイドですけど、こちらは売りも買いも枚数はそんなに変わらない。どっちかというと ATM に近い方を買って、 遠いい方を売るというバランスになっているととうことですねなので、まあまあ、もう枚数自体はそこそこ多いので、今日一日でそんなにバランス変わってないんですが、ちょっとね、コールサイドの上がそんなに強くないなという気が引き続きしています。2万8500、28, 今日もうも334枚決済されてというか、もうこれね、ここ残高が開示されてないので、まあ、何とも言えないんですけれども、うん、とまあ、ね、今週はこれで、えっと、1100枚の売り越しと。 で、先週660枚ですから、まあ先週までね、661枚の買い越しだったところが、この時点で500枚の売り越しにまあ土点になってるということで、ちょっとね、28,500、まあもう ATM は今28,250まで来てますから、まあこのあたりちょっとコール売りが多くなって、あんまりね、コール買いが、 見えていないという形なので、そんなにもうここから上はあまり見ていないのかなと。一方で、プットの方は今日も28000のプットが341枚買われました。ただ一方でその下、まあ、ほぼほぼ同じ枚数を売ってるので、まあ何かね、特段大きな、あの、下目線で買いを入れたっていうわけではないんですけれども、いわゆる節目の28000にプット買いが増えてきていると。で、うんと、コール売りがあったところ、まあ、ここね、今週1000枚、 もう買い戻してきてはいるんですけれども、まだバランス的にはコール売りのプット買いということで、28000円よりも下のところもポジションあるんですけど、その下はコール買いも強くってね、なので、ちょっと28000円近辺っていうバランスになってると思うんですよね。 で、それよりもちょっと上でもちょっと下でもいいぐらいになってきていて、まあ、ぐーっと上も下もちょっと縮まってきたかなと。まあ、あの、どっちも買いポジションがあるので、あの、大きく跳ねた場合は跳ねたでいいんですけど、まあ、全体的にね、これ2万7千円には割と蓋がされているので、2万7千円を割るようなことはないけれども、2万8千円近辺ぐらいかなっていうのが、ちょっと、まあ、海外のバランス。ただね、ちょっとプット買いが増えてきたこともあって、2万8千をもしかしたら下に割れる、 ちょっと割れるみたいなところで、まあ、さっき、ね、お話をした私の,あの当初、先週ぐらいからの,の SQ の一応ね、一応僕の中で想像しているところに近いのが今の海外勢のバランスかなという気がして見ています。はい、次にゴールドマンです。ゴールドマン、今日はまた 28, 2 8 2 5 2 655万これ今、ATM ど真ん中ですから。 ここに前日に655枚入れてきた。ね、これが、もしかしてここ売っていたものの買い戻しなのかどうかがちょっと微妙にわからないというところで判断難しいんですけど、まあ今日はね、ここを、うん、655枚28,250のコールを買ってきた。ここがちょっとね、 うん、それよりも上を見ているという可能性もあるなというとこですよね。で、一方で、プットの方は28,000円を130枚だけ買い戻しをしているということなので、まあ、あんまりね、ここは、あの、プット側はそんなに大きな変化がないということで、引き続きこれ28,000円から、うん、ちょっと上を見ていると。で、先物の,のバランスも9月切りにほぼロールオーバーしてきている中で、ちょっとね、買い長に先週、先々週末ぐらいから降ってきているのがゴールドマンなので、 ちょっと6月切りの SQ も2万8000円からね、ちょっと上。まあね、2万8300円、400円ぐらいをもしかして見てるのかもなと思う今日の655枚の買い入れという形なのでね、ちょっと上にしてきたかもなっていうふうに見ています。はいえ、次にアムロです。アムロは相変わらずもうぐっちゃぐちゃでよくわからんという状況ですが、今日、コールサイドは、えー、っとね、枚数的にはちょっとだけコール長になってるんですね。 ただ、28,250は今日969枚売り乗せしてきていて、えー、3,000枚。で、その下は今日603枚、28,000買い戻したけど、まだ4,600枚の売りと、5千八千8,300枚ぐらい、28,000から28,250の ATM 近辺のコール売りが、まあね、8,000枚以上持っているというところなんですけれど、ただ、それよりも下のコール買いと、 その上のコール買いと合わせると、まあこのあたりはね、インザマネーにならないと、まあ1円にもならないというポジションではあるんですけれども、やっぱりこのあたりの、えっと、コール買いとプット売りのね、枚数が割と凄まじいので、まあそういう意味では引き続き上に行けば行く方がいいという形にはなってると、今日もまあここ28,250をね、969万売ってきたとて、その上も買いを乗せてきているので、まあそんなに大きな 感じにはなっていないですからね。そう。なので、で、まあ、今上に行ってるのであれば、ここをちょっと損切りのね、決済力というふうに見ることもできるんですが、まあ、あの、全体的には上に行った方がいいというバランスにアムロはなってるはずなので、まあね、ざっくり私が見たところはね、上の方が伸びれば伸びるほど、コール外の威力が出てくるので、うん、やっぱり上を見てるなというところには変わりがない。さらに今日、プットサイドは、 またね、プット売りを27,500に648枚も乗せて、で、28,000のプット売りも585枚乗せてということなので、まあね、28,000円も下がらないのところに、まあ、あの、コール売りもありますから、ここはまあすごい紫になるぐらいぐっちゃんぐちゃんですけれども、まあちょっとね、このあたりでさらに売りのプレミアムを乗せて、蓋してきているので、まあそう考えるとね、ちょっと上に行けばいいので、 今の2 8000円も上であれば、アムロはもう十分という感じになってるんじゃないかなと思います。はい、えー、最後先物なんですけれども、これはもういつも言ってるように、6月メジャー週は、 え、もう、ロールオーバーが進んでるので、でね、私は残念ながら、あの、記事化しか計算をしていないので、まあ、ちょっと一応つけますけれども、説明は省略とさせてください。えー、来週、く、えー、6月の13日ね、月曜日から9月切り、残高が出たら、しっかりとつけていくので、まあ、ちょっとね、そこまでは、なしという形でご了承ください。はい、えー、最後、今日の着眼,着眼点ですが、今日はね、おまけですね。 はい。黒田発言で円売りに安心感が出てしまったと。もうこれね、本当にドル円だけではなくて、クロス円をショートしてる人とか、あと当然日経平均をね、ショートしてる人はもう頼む。何も言うなと。おっちゃん頼むでという状況になってますが。はい。まあね、黒田さん。これ5月に下旬にお話をした部分ですね。アメリカの利上げ。ね、アメリカ利上げしても、どんどん円安になるということではないと。ね、いう話をしていて。そして、 まあ、これは昨日かな。えー、っと、まあ、ね、緩和縮小を黒田さんは否定をしております。2%から遠ざか、円安進むと、まあ、ブルームバーグには書かれております。そして今日、まあ、この写真がそうなのかな。えー、っと、まあ、あの、どっかのイベントでまたお話をね、された。黒田総裁、金融緩和はこれまでのところ半分しか成功していない。まあ、もうこのあたり、あの、本文はブルームバーグ見ていただければ出てくるので、 まあまあ、あの、金融、あの、日本はね、まだまだ緩和をせんとあかんのやと、続けるぞと、いうことを、まあもうずっと言ってるわけですよね。で、これを、金、あの、緩和続けますせと、今までのことを何も変えていないんですけど、改めてそれを言うたびに、ドル円が円安になっていくと。はい。ということで、今日、うん、と20時過ぎぐらいかな。134円台をつけて、速報ベースでこういうニュースが、 結構私のスマホにもね、ポンポン飛んできました。20年4ヶ月ぶりだそうです。で、一旦133円70銭ぐらいまで押し返されたんですけど、もうさっき見たらね、134円10銭ぐらいでうろうろしてるので、これはまだ止まんねえぞという感じになってると思います。市場では日本の金融政策だけが取り残されていると、米欧通貨に対する円売りは今後も止まらないだろうということで、まあ、そんなのね、 専門家に聞くまでもないよねということで。<laughs> まあ、あんまり意味のない記事ではございますが。まあまあね、これはもう、うん、どこまで行っちゃうのかと。分かってることを黒田さんが分かってるっていうたんびに円安になっとるとで。これがどこで止まるかが、もうなかなかわからなくなってきてるっていうところが怖いんですよね。はい。ということで、まあちょっとこうなってくると SQ はね、繰り返しますけど、私は27,500から28,000円で見ていたんですけど、 呃、28,000から28,500円ぐらいにフシフトしてくる可能性があったと。なので、まあね、だいぶ前ですけど、私はコール28,250を30円ぐらいで売って、で、止血をしながら、もう先週に、 あの、最後まで持つのやめてね、もうコールで買ってる部分を理覚して、売ってるところも、ちょっと下がったところでっていう形で逃げたんですけど、まあその逃げたのはね、大正解だったのと、ここまで強くなるとは本人思ってなかったんですよ。28000はあるかもしんないけど、28250円はギリギリ大丈夫かもしれないから、もうちょっと持つかとか思ってたんですけど、やっぱりね、トレンドラインのぶち抜きっていうのは怖いなっていうのを改めて今回、思い知らされたし、ね、黒田さんである以上、円安は止まらないのも、 昨日今日で思い知らされたりという感じになったかなと思っております。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日の動画も役に立ったぞというところがあればぜひグッドボタンを。そして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察をしております。よろしければチャンネル登録の方ぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね